おいっす、こんにちは、メルです。ということで、サムライスピリッツコラボ、もうあと数時間、はい、今2時ですけどね、はい、数時間で来ますよということで、今回もね、ベスト5を個人的に決めました。なので、こちらの方発表させていただければなと思います。で、まあいつも通りね、個人的なランキングになってますので、賛否両論分かれるかなとは思います。なんでこいつが5位なんだよみたいなね、あるかなと思いますけども、その辺はね、温かい目で見ていただければいいかなと思います。それぞれのプレイスタイルで違うとは思うので、ということで、まあ参考程度にね、楽しんでいただければいいかなと思います。ということで、じゃあ第5位から参りましょう。第5位は、はい、こちらになります。ナコルルですね。ナコルルなんですけども、全部ね、進化形態が多いので、まあ、サクサクいきましょう。まずは、進化前に関しては、スキル最高直覚醒込み4つ持ちにできます。で、封印耐性を2つ持ってて、毒耐性が 100% 補える。で、スキルターンじゃない、スキル内容が、まあ、魅力的なキャラクターかなと。キセランドロップ、バインド、覚醒無効状態7ターン回復。まあ、ネズコですね。で、最下段の横一列をヒドロップに変化という感じになってます。これを7ターンで行いますよっていう感じですね。リーダースキルの方は、2倍の HP で3コンボ以上で 4.5 倍で火の2コンボで軽減で、まあ弱くはないけど使わないかなっていう感じなので、まあ今回はちょっと省略って感じですかね。まあサポートで適してるキャラかなと。スキブ4つ、最近封印耐性持ってないキャラがチラチラ出てきているような感じがするんで、その中で封印2つ補えるのはいいのかなと思ってます。究極進化はスキブを最高6個持ちにできる76リーダーのアシストできるブレス火花火っていう感じですかね。まあ結構魅力は多そうに見えるんですが、じゃあ使ったかって言われたら使ってないっていうね。で、スキブ6ですね。で、76なので、リーダースキルが。最初に76でリーダーチェーンするときに、火の列パで何か強いのがもしいれば、ちょっと輝けるかなと思いますが、はい。なんせスキルが花火なもんでね、ちょっと使いづらいんですよね。周回方面じゃない限りは。ブレス花火でアシストできるのは唯一無二なのかな。サレーネぐらいしか火花火でアシスト可能なのは、いないんじゃないかなと思うんだけど、違ったらごめんなさい。ゴエモンアシストできないもんね。だから周回方面でワンチャンなんだけど、でもそのワンチャンを使ったことがね、自分はないです。使えるところはあったんだろうなとは思ってますけど、はい、まあ、だからなくても困ってないって感じですね。まあ、何か列で強いやつが来れば、まあ、ワンチャン輝けるかなぐらいです。で、転生進化ですけども、ナコルルはこのキャラはね、スキブ最高4にするか、コンボ強化とか無効貫通で火力を出すようにするかですけど、まあ、火のコンボ強化もちょっとつけてみたいか。聴覚性はね、正直全部つけて聴覚性は非常に強いんですよ。火のコンボ強化、スキルプラス無効貫通、7コンボ強化っていうところで、火力を出せる暗闇耐性を1人で 100% にできるキャラですね。スキル内容がね、弱い。これ遅延と列生成だけはちょっと微妙だねっていう。これ進化前のスキルでこの性能だったらかなり強かったかなと思います。ちょっとスキル内容残念だなっていうところですね。リーダースキルも使っていましたが、弱い弱い。2コンボ火がなかった時点で死ぬので弱いです。はい、ドット進化は結構強いと思ってます。スキブ6持ちに最高できて、まあ、無効貫通3個持ちにしてもいいんですけど、まあ、スキブ6チーム回復アップ3つで6ターンスキルで最上段横一列ヒドロップ変化、1ターン操作時間回復力火属性のエンハンスを 1.5 倍。これ強いですよね。このスキルをだから転生進化に置けよっていう。それだけで絶対強い、最強だったのに。それでね、順位多分3位ぐらいに入ってこれたんですけど、ちょっとなんか残念な感じになりましたねっていう。リーダースキルは使いづらいので、まあ周回方面だったらワンチャンかなぐらいですかね。火6個だけで最大倍率の、あとは固定ダメージなんでね。だからアイアンマン的な感じで HP は高いんだけど回復力がっていうところで、スキブとか盛りながら回復力も盛れるよっていうのは強いかなと思います。ドットが使い道あるんじゃないかなと思ってますけどね。アシスト進化に関しては覚醒は結構いいと思うんですけど、結局花火スキルなので周回方面での活躍になるかなと思ってます。ということで、ナコルルは第5位でした。続いて第4位参りましょう。はい、第4位はこちら、アースクエイクっていう新キャラになります。新キャラなんですが、このキャラクターは4形態ですね。まずは進化前がバインド耐性スキルプラス封印耐性2つ指プラ無効貫通3つスキルボイスです。聴覚性はスキルプラスと、操作負荷耐性と無効貫通だから、無効貫通最高4つ持ちにできたり、まあ、スキル4つ持ちにできたりします。スキル内容は非常に強いと思います。8ターンスキルで味方スキル1ターン減少して、覚醒無効全回復の全ドロップを火と回復変化です。めちゃくちゃ強いですよね。8ターンで覚醒無効全回復しながら2色陣なので、まあ現象あるんですけどね、なかなか強いキャラクターかなと思ってます。で、
リーダースキル7コンボ以上ダメージ半減、語彙力18倍、火を6個以上つなげて2コンボ加算固定50万ダメージなので、まあ炭治郎あたりと組み合わせて、裏烈海や裏異様とか、こういうシェヘラザードとかの乱入イベント、あの辺での活躍はあるかなと思います。最前線攻略になってくるとちょっと怪しくはなってきます。まあせいぜい裏修羅止まりかなっていうところですかね。まあそんな感じに思っております。で、究極進化するとスキブが最高6持ちにできるようになりますね。スキブ4つにバランスキラー、攻撃キラー、体力キラー、回避キラー、まあサブキラー持ちながら、無効貫通は2つに抑えられました。まあキラーを刺して無効貫通してねっていうところですね。まあまあ刺しやすいかな、 4種類持ってれば。でスキル内容は今度は操作時間1秒短縮で、火属性エンハンス4倍のドロップのロック解除の最上段横1です。火ドロップに変化。まあ強いと思いますね。エンハンス4倍持っててこれだったら。かなりいいかなと思ってます。で、リーダースキルまた周回向きです。総回復力元気減の火属性の攻撃力は10倍の、火を5個以上つなげていくと攻撃力上昇の最大4倍です。まあ9個が最大なんじゃないかなと思ってますが、1人で40倍出せるキャラクターとなっております。まあ周回方面ではいいかなと思いますが、結局花火ぐらいを打っていかないとしんどいんじゃないかなとか思ってます。最近はなんかカンスト以上出さないといけなかったりするんで、高倍率のリーダーは結構重要になってくるんじゃないかなと思っております。はい、まあそんなところですね。一応サブ要員でも全然スキブ6持ちとかにできるんで強いかなと思ってます。で、ドット進化すると、こちらはスキブプラスバインド耐性と封印耐性、比率強化3つに暖房持ってて、枝豆ですね。枝豆2個持ってるのは結構偉いですね。これ1人で最大の2コンボ加算ができるようになってるので、で7ターンスキルで敵1体に100万の固定ダメージと最上段の横1列ヒドロップに変化。もう本当に周回っていう感じなんですよね、このキャラクターで。リーダースキルダンジョン潜入時にリーダーの時に入手コインが3倍です。火属性の HP が2倍の7コンボ以上で攻撃力が16倍ですね。はい、でまあ最近はあんまりないよね。もうガネ、正月ガネッシャとかよね。入手コイン3倍リーダーなんですけども、入手コイン3倍リーダーが今現状でそんなにいないので、なおかつ火力が出るキャラってそうそういないんで、ただ7コンボするっていうのはちょっとめんどくさいので、結局は、まあ、リーダーチェーンすることになるんかな、みたいな感じですね。まあそんなところですかね。まあだからこのキャラクターは本当に周回方面での活躍か、まあサブ。攻略方面では1個前の昔のね、ちょっと裏なんたらダンジョンみたいな感じ、裏烈海系のダンジョンには攻略向いてるんかなとか思っております。まあ暖房持ってるのが意外ともしかしたら役に立つかもしれない。枝豆とかも、うん、かなり周回向きですね。で武器の方に関してはスキブとヒドロ強2つ、比率強化が3つっていう感じです。スキル内容はさっきの究極進化と同じスキルなんですけども、まあ、これは結構強いんじゃないかなと思ってます。もう溜まっても全然強い、スキル内容で、で、烈強化と泥強なんで結構火力はこれだけでだいぶ上がるかなと思ってます。火泥強を 100% にしたい場合に、まあ火の編成においては結構いい武器だなとは思っております。まあそんなところですかね。はい、ということで、アースクイックだったかな。このキャラクターは第4位とさせていただきました。次、第3位いきましょう。はい、第3位、イロハ、新キャラクターですね。こちらのキャラクター、おっぱいがでかいんですけども、進化前はスキュープラス、バインド回復、封印耐性、指プラスが2つ、10コンボ強化、無効貫通、枝豆があってスキルボイスです。で、直角性、バインド耐性プラスか、7コンボ強化が無効貫通ってとこですね。まあ、バインド耐性を素で持ってないのがあれだけど、まあ基本7コンボ強化、10コンボ強化、無効貫通か、まあ10コンボ強化、無効貫通、無効貫通って火力出していくのがいいなと思ってます。で、スキル内容1ターンで行いますと。ドロップの6解除とランダムで光ドロップ1個生成。まあドットのコーディの光バージョンっていうとこですかね。で、リーダースキル、旦那様の安全は私が守ります。なんかね、この人旦那さん思いなんかな。ちょっとサムスピのね、奥義集だけ見たんですよね。だから、なんとなく、なんかこの人ね、服脱いで恋してた、究極進化の形態なんだけど、なんか、鶴の、ようわからんけど、鶴の攻撃でしたね。うん、裸で攻撃するんかな。で、7コンボ以上でダメージを 60% 軽減、スキル使用時回復力3倍。これスキル使用時回復力上がるだけなので、別に毎ターンスキルを使用してねというわけではないのがいいところですよね。で、光を4個以上つなげて消すと、攻撃力が18倍の2コンボ加算っていう感じで、まあなんか炭治郎みたいなね。まあそんな感じですかね。まあ裏魔老攻略はできそうなリーダースキルかなと思ってます。回復力が高いので、まあこれとこれで組み合わせてもいいかなと思いますが、うん、まあ 60% 経験だけなんで、それがどこまでいけるかなっていうところですね。
はい、まあリーダーチェンジ76で使いやすいです、非常に。まあそれが強みかなと思ってます。で、究極進化すると、一途な鶴の化身イロハですね。スキブは4つになりました。封印耐性を持ってて指プラスあって7コンボ強化3つの LG ですね。こちら無効貫通がなくなっているので、無効貫通を超覚醒でつけてあげるのがいいのかなっていうところはありますね。で、10ターンで2ターンの間属性吸収を無効化、2ターンの間光属性の攻撃力2倍、まあ結構いいスキルかなと思ってます。で、リーダースキルの方、旦那様を守ると決めたんですと、水と光属性の全パラメーター 2.2倍、光水の同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力が9倍の固定1ダメージというところで、まあこれ強いよね、普通に。 19.8 倍出るのかな、火力は。これは最近のあの学園の清と組み合わせてあげて、まあ器用がリーダーチェンジで向こうでリーダーで組んでもらって、こっち相方に置いてあげれば追撃持ち器用編成なんで、これワンチャン気向上いけんじゃねえかみたいな感じですかね。操作時間10秒固定なので、まあ7、6、10秒がね、いやいやしんどみがあるんですよね。そこがちょっとどうかなっていうところですね。ただまあ操作時間短縮等のギミックを解除する必要性がなくなってくるので、まあその辺は強みになってくるかなと思います。76で運用しようとすると、ちょっと指がしんどい人はしんどいかな。僕個人はしんどいです。10秒は正直、11、2秒は欲しいですね。76安全に組むんだ。で、ドット進化するとスキブ4つ、封印耐性指プラス3つ、無効貫通、光のコンボ強化が2つっていうところですね。火力がちょっと抑えられて指になんか特化しちゃったって感じですかね。これだったらまあ無効貫通2個持ちにしても中途半端な感じになるけど、バインド耐性つけるかな。で、スキルは6ターンで1ターン内でランダムでルーレットを1個生成の回復以外から光ドロップを3個生成、光ドロップを6って感じです。はい、なんかプチ見影みたいなまあそんな感じ。ドットはあんま使わんかな。リーダースキルは光属性の全パラメーター2倍、7コンボ以上攻撃力が8倍、光で6個以上つなげてダメージ軽減3コンボ加算、まあ、ワンチャン周回方面で使えるけど、まあ、ドットとは正直そんなかなっていうところですかね。はい、まあさっきのね、究極進化後が一番強いかなと思ってます。こちらがね、キヨと組み合わせることによってだいぶ強いと思ってるので、まあこの辺で結構最前線の攻略で役に立てるかなと思ってるので、今回は第3位にしております。武器に関しては、バインド武器でありチーム回復2個持ちであり雲耐性ですね。アマツの武器のバインドとスキブ入れ替えたよみたいな、まあそんな感じですね。スキル内容は究極進化と同じで属性吸収スキルでエンハンスなので、まあ結構光属性の武器だったらいいかなと思っております。まあそんなところかな。今でも光で回復力を補いたいっていうキャラがそんなにいないような感じがするので、今のところそんな活躍はしないかなと思うので、究極進化一択かなっていうところですね。はい、ということでイロハ結構いいリーダーであり、まあサブとしても全然活躍もあるかなっていう、火力にもなれそうなので、はい、非常にいいキャラクターかなと思っております。イロハは今回は第3位でした。ということで第2位いきましょう。はい、第2位こちら、覇王丸になります。こちらは最初からいたキャラクターですね。まあ強化もらって転生進化がありますので、一体積みていきます。まず進化前、バインド耐性スキルプラス、封印耐性2つ、指プラス、おじゃま耐性プラス、7コンボ強化2つにスキルボイス、小学生は7コンボ強化、無効貫通、雲耐性、10コンボ強化ですね。まあ7、7、10で出せるので、その辺で火力枠にもなれるかなと。またこいつも封印耐性2つ持ってるし、おじゃま耐性も1人でね完結できるの偉いかなと思ってます。スキル内容6ターンで1ターンの間1コンボ加算、操作時間2倍のランダムでルーレット1個生成というところです。まあルーレット生成は上書き以外で使うことあんまりないんだけどね。スキルはそんなに強くないかな。で、リーダースキルは攻撃タイプの全パラメーター2倍、操作時間5秒延長の3コンボ以上で攻撃力上昇最大10倍です。まあそんな大して強くはないかな。究極進化後、バインド耐性あって、スキルプラス、指プラス、光列強3つ、枝豆、スキルボイスです。スキル内容は強化されました。5ターンの間3コンボ加算が入って、後の陣は変わりないから、ロック解除、非光回復のサリアの陣ですね、13ターンで行います。で、リーダースキルの方、光を6個以上つなげて消すとダメージを半減、攻撃力10倍の固定500万ダメージ、光属性の全パラメーター 1.5 倍という風になっております。まあ全パラ 1.5 倍半減あるんで、まあまあ頑張りゃ裏丸を勝てるかなみたいな、まあそんな感じかなと思ってます。まあ固定500万っていうのは非常に強いので、相方次第ではまあ結構いい性能のリーダースキルにもなれそう。まあ当時はね、これコンボ加算じゃなくてね、追撃がある光属性のリーダーが来たぞっていうことでね、かなりね、まああの時は、当時は興奮しましたね。今はね、もういっぱいいるんでね、ということでね、
まあ、この携帯で使うことはあんまりないかなと思ってますが、まあ、3ターンの、あ、5ターンのある3コンボ加算、これが結構強いかもしれないねっていうところですね。で、転生進化すると、バインド耐性プラス、スキュープラス、封印耐性、予備プラス、7コンボ強化、無効貫通、無効貫通、無効貫通です。はい。で、聴覚性は、スキルブーストプラス、7コンボ強化、暗闇耐性プラス、お邪魔耐性プラス。はい。7コンボ強化にしてあげると、聴覚性を、77無効無効無効で、まあ、言うたらアイアンマンと同じような覚醒になるんですが、スキルボイスが相まってですね、このキャラクター、無効貫通なんと第1位ということで、はい。コンボ強化と無効貫通だけで相当した場合、本当に第1位になります。うん。もうそれだけでも取る価値があると。まあ、ウルヴァリンがいるんで、ウルヴァリン持ってる人は、ウルヴァリンでもいい可能性もあるんですが、まあ、こっちはね、副属性非なんでね、そこがどうかなっていうところですね。ウルヴァリンは光光なんですよ。だから副属性でも思いっきり殴っていけるっていうので、まあ、どうがいいかなっていうね。最近はどうしてもちょっと多色編成にしないといけない男女がね、ヘキサゼオンね、飛行場がそうなんで、まあ、そういう面で副属性が違ったらいいなっていう点もあり、まあ、ウルヴァリンみたいに光光の方が無効貫通火力がいっぱい出ていいよっていう面もありっていうところですね。まあそこは、時と場合によりきり。で、10ターンスキル、ヒッターの間、回復力、光属性、攻撃力3倍です。全ドロップのロック解除で、まあさっきと同じ、光回復の陣ですね。まあスキルはかなり強いと思ってます。ちょっと、まあ効果により重たくはなってますけど、まあ回復力取り戻せるっていうのは非常に偉い。これも裏魔老でも非常に活躍できるキャラクターでした。で、リーダースキルは、火と光属性の回復力が3倍、9コンボ中ダメージを半減、火、光の同時攻撃でダメージを 25% カットして、攻撃力18倍で2コンボ加算です。まあ、裏魔老には勝てるなぐらいですね。まあ、基本的にリーダー運用はあんまりしないかなっていうところですね。これが、軽減が 30% とかだったら、まあ、っていうところでしたけどね。まあまあ、リーダー運用はそんなに考えなくてもいいかなと思ってます。基本的にはサブで無効貫通要因っていうところですかね。スキル内容も強いので。まあ、そういう面での活躍があるかな。暗闇耐性やお邪魔耐性も補えたりもできます。普通に無効貫通3つと7コマ強化だけに抑えても、これだけでもね、全然火力は出るので、かなり強いキャラクターだと思っております。ドト進化にすると、バイン耐性とスキープラス、スキーブでスキーブ3個、で、UE プラス7コマ強化2つのチーム HP 強化が3つですね。で、スキルは12ターンでダメージ1ターン無効化、操作時間2倍ランダムルーレット1個生成です。まあ、ダメージ無効っていうスキルは結構強いと思ってますけど。で、リーダースキルの方は光の2コンボで攻撃力18倍、2コンボ加算、固定100万ダメージ、10コンボ以上でダメージを半減です。まあ、マーベルと組み合わせたら、固定ダメージ持ちの、一応その辺は周回、裏白あたりだったら周回が楽にできそうなリーダースキルしてるかなっていうところですね。まあ、そういう面で持ってない人、追撃系のなんかいいリーダーを、そういう人はいいかなと思っております。で、アシスト進化すると、お邪魔耐性が3つ、暗闇、毒、チーム HP 強化1個で、スキル内容は、究極進化と同じかなっていう感じです。はい、武器もね、結構強いですが、まあ、これはね、ほんとピンポイントでハマらないとなかなか難しい。陣も陣なので、ちょっと相性分けちゃうのでね、まあ、チーム HP 強化1個持ってるっていう点が非常に大きいかなと思ってますけど、まあ、武器も武器でいいかなと思ってますが、主には転生進化させちゃっていいかな。ワンチャンドット進化がちょいちょい活躍方面がもしかしたらあるかもしれないですけど、基本転生進化で無効貫通サブとして使ってあげるのが非常にいいかな。特にマーベルとかを持ってて使ってるよっていう人は欲しいキャラクターになってくるかもしれないなと思っております。はい、そんな感じでハオモルは第2位でした。最後第1位いきましょう。はい、第1位はもう皆さんご察しの通り、ひさめしずまるか、名前がねちょっと覚えれないんだけど、ひさめしずまるくんです。はい、で、このキャラクターですけども、変身キャラクター、初かな?サムスピは。変身キャラクターとなっております。で、21ターン変身で、スキル3ターンヘイストですね。3ターンヘイストしながら変身というところで、変身前のリーダースキルも、まあそんな悪くないな。全然、半減が軽減になってるぐらいで、全然戦える性能してるかなと思ってます。で、バインド耐性持ってるんでね、封印耐性がないんですが、バインドは最初から持ってるのは非常に強いと思ってます。で、変身するとですね、バインド耐性プラス、指プラス、暗闇耐性プラス、7コンボ強化、10コンボ強化、無効貫通、L、L というところで。で、スキル内容2ターンで、1ターンの間回復力2倍、ヒドロップが少し落ちやすくなる、ランダムで、ヒと回復ドロップを3個ずつ生成ですね。で、このヒドロップが少し落ちやすくなるは、まあ、エスカマリ、エルゲヌビ等と同じ、割合かなと思ってますので、まあ、結構、まあまあ降ってくるかなと思ってます。で、回復力を2倍にできるので、もうね、ロイヤルオークが現環境で輝いている限りは、このキャラクターが
まあ、かなり強いとは思ってますね。で、溝もちゃんと生成できるので欠損対策もできるよっていうところでね。で、このキャラクターをリーダーで置くかロイヤルオークの間にこいつを挟むか問題が出てきて、ちょっと両方使ってみないと分かんないんですが、まあどっちがいいのかなっていうところですね。で、リーダースキルに関しては水属性の全パラメータ 1.5 倍8コンボ以上でダメージを半減、攻撃力は12倍の水を5個以上つなげて消すと3コンボ加算ですね。まあこの8コンボ以上半減はそんなに気にしなくていいです。もうロイヤルオークと組み合わせたらもう6コンボ加算されるんで、適当に組んだけは8コンボいきます。というかむしろ十数コンボ余裕でいくので、まあ、この辺の、条件はなんか勝手に組んだけは8コンボいくと思ってもらったらいいかなっていうところですね。で、 70LL なので火力もかなり出せます。道中でで無効貫通を組んだ時の火力もかなり出ます。だからこのキャラクターは本当にサブとしてもリーダースキルも強くて、でスキル内容は火が目覚めるんですけど、これあれですね、あの必殺技した時に相手をまあ切り刻むんかな、なんか切り刻んで相手への血が降ってくるのを傘でこう取るみたいな感じで、この血を火ドロップで表してるっていうところみたいですね。まあそんな感じみたいですよ、知らんけど。はい、ということで、まあリーダーでもサブでも今のところは強い。この火の目覚めに関しては、ただ今ロイヤルオークの変換が火だから強いだけであって、まあ今後どうなるかなみたいなところはあるかもしれないです。もし、あーでもないか、なんか火の編成で無理やり組み込むとかは、まあそんな将来的な話は置いとくか。で、ドット進化もまた強いんですよねこれ、バインドあってスキブはまあ聴覚性にもプラスあるんですが、そのスキブ2つ持ち、毒耐性持ちの回復ドロキョウ4つの無効貫通2つ、小学生はね回復ドロキョウスキルプラス10コンボ強化で、10コンボ強化無効無効で火力を出すこともできるし、スキル4つ持ちにすることもできる。でスキル4つ毒漏れて、で回復も漏れて、でこれもねまたねそういうロイヤルオーク的なね HP だけ漏れてるよみたいなキャラの中のサブとして強いと。でスキルの方も半減なんですよね。これがまたさ縦張るスキルなのがまたずるいよね、強ない。ヘキサゼオンとかジルレガーと半分削った後に半減は欲しいんですよね、あそこって。そこでこの半減があるの偉い。でドロップのロック解除、右端縦一列水ドロップに変化、まだ終わりません。リーダースキル本気でいくよ。落ち込んだし、水属性の全パラメータが2倍、水を5個以上つなげて消すと攻撃力7倍4コンボ加算。はい来ました、はい来ましたね。14倍しか火力出ません、4コンボ加算です。なんか思い浮かぶね、キャプテンマーベル。まあそのいろいろ弱いよ、いろいろ弱いんですけど、マーベルに比較すると、火力面の覚醒がね、コンボ強化持ってないので出ないんですが、本人も火力はそんな出ないんですけども、裏三振とか裏イオ裏裂解、これもまたそういうね、ブラフマドラゴン乱入イベントとかね、そういうのに関して落ち込んなしなので、落ち込んなしバッジを持ってなくても結構快適に周回できます。相方はなんか追撃持ってる水のキャラクターと組み合わせてもらったらいいかなと思います。例えばあいつはどうだったっけ、ひたぎじゃなくてね、おっぱいでかい人おっぱいでかい人でしか覚えてないな。サムネにしたらバンされるやつ、誰だっけあれ、ナーガ、白蛇のナーガか、あれか、あいつ追撃じゃなかったっけ、なんかそんな感じだったと思う。違ったらごめんなさい、違うかも、はい、ごめんなさい。なんかその辺と、でもあれだな、サビマコシステムがどうなんだろうね。サビマコシステムもうそろそろ廃れた、そうでもないかな。自分は個人的に使わなくなって最近マーベルばっかり使ってるんであれですけど、ちょっとナーガのリーダースキルをね見てみようと思います。ナーガのリーダースキルが、あ、固定1ダメージあるじゃん、そういうとこなんですよということでね、その辺のナーガと組み合わせてあげるとかなり強くなってくるかなと思いますし、このリーダースキルもね、これワンチャン周回方面であると思うんで、この進化形態も使えると思ってます。でアシスト進化、これも強いんですよ。スキブあって、回復ドロキョあって、お邪魔耐性で、まあもう強いじゃん、もうスキブ持ってて、もう全部強いで、スキル内容12ターンで敵の行動3ターン遅延、はい強い、1ターンの間回復力と操作値が2倍、いやマジかっていうね、これ全部欲しいわ、これ全部欲しい、このキャラ3体欲しいんだからね、ちょっと3体マジで狙おうかなと思ってます。そのレベルです本当に、どの形態にしても強いんですよ正直今の環境で。だからこのキャラクターねマジで欲しい。だからどの形態でも使い道があって今の環境で強いよっていう面で見て、今回は第1位とさせていただきました。はい、そんなところですね。はい、まあいろいろね強い、めっちゃ話したな俺
動画長くなってるわ、ごめん。ということでね、かなり強いキャラクター揃ってます。もちろん、入れなかったラインナップ、例えばクラマ、ヤシャマルとか、この辺も貴様の風捉えたぞがね強くなってますので、アシスト進化とかも結構強いのでね、まあ、この辺も別に外れというわけではないですね。はい、ただまあ他に使い道がちょっと他の携帯で難しい使い道があったりとかするんで、今回はランクから外してます。やれやれやれも強くなってます。ちなみにあと、服部半蔵の 2P カラーがスキブ5個持ちの暖房持ちっていう唯一無二のキャラになってたりもするので、まあ外れキャラはもうそんないないと思ってもらったらいいかな。どれも全部売るっていうことがないようにしとってください。ということで、少しでも参考になった、面白かったよっていう方は高評価とね、チャンネル登録よろしくお願いします。ちょっとでもね、皆さん引いてみたらいいかなとは思ってますので、はい、全然持ってない人はね、ある程度持ってる人はちょっと交換等で検討してもらえればいいかなと思ってます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。